どうも、三つ明です。今日はですね、僕が乗っているマツダ3がですね、納車されて約1ヶ月ということで、正直1ヶ月間乗ってみてどうなのかっていうのをお伝えしていこうかなというふうに思います。で、ポジティブ編とネガティブ編、2部構成でお伝えしたいと思います。で、今回は、ポジティブ編ということで、僕が乗っていていいなと思った点をお伝えしていこうと思います。では早速いきましょう。まず最初にやっぱりいいなって思うものは見た目ですね。もう外見というかデザイン、これがもう一番いいなというふうに思います。1ヶ月経つので、そろそろまあ見た目的にも慣れてくるかなというふうになってくるんですけど、駐車場とかまあどっかからこう遠くから見たりとかした時に、まだね、やっぱおおかっこいいなっていう風に思う、綺麗だなっていう風に思う、それは結構すごいなっていう風に思いましたね。やっぱ1ヶ月ぐらい経ってくると見た目にも慣れてきますし、普通かなっていう風に特に何も思わなくなってくるのかなっていう風に思うんですけど、まだ全然かっこいいな、綺麗なっていう風に思えるっていうのが、やっぱりこれはすごいことなのかなっていう風に思って、いいことだなと思います。で、斜めとかから見るとこうボディがなんて言うんでしょう、湾曲してるというか、ちょっとこう曲がってるという感じなんですよ。なのでその分光がこう綺麗に入っていくっていうのもいいポイントかなっていう風に思います。はい、ということでね、1個目は、見た目の良さがもう最高というのが1個目です。2つ目はですね、外も良ければ中もいいということで、内装もね、僕は結構好きです。内装がいい、質感が結構高いと思うんですよ。めちゃくちゃ高い車っていうわけではないんですけど、それにしてはかなりいい質感かなというふうに思います。こういったね、この部分のとことかのなんか収まりもすごいいいですし、こういうねステッチのとことかも綺麗かなというふうに思いますし、この革の質感とかも非常になんかこう落ち着いてて上品な感じですごいいいなって思いますし、このこう運転席から見えるこのなんて言うんでしょう、メーター関係、この辺りもかなりこう見やすくてシンプルですし、なんかこういい感じなんですよね。うまく伝えれないですけど、なんかすごいいい感じで、でこのナビとかもなんかこう邪魔しない大きさで、でも見えにくいっていうこともないんですよ。全然ちっちゃいかなっていう風に思う人もいると思うんですけど、全然そんなことなくて普通に使えますし、あとまあね、こういうハンドルのとことかも非常に、この手触りとかも僕結構好きで、こうぬるってしてる感じが好きなんですけど、あとこういった真ん中あたりのこうデザインというか、このあたりも結構いいなっていうふうに思いますし、全部において内装も外装もかなりこだわって作られてるんだなっていうふうに感じますので、この質感が高いというふうに思えるポイントがいいポイントの2つ目かなというふうに思います。あとは3つ目は価格に対しての機能っていうのが僕はすごいいいなというふうに思いました。まあ、もちろんめちゃくちゃ車詳しいわけじゃないので、探せば全然もっといいのがあるとは思うんですけど、僕がこう思う価格帯とその機能のそのバランスというか、それが非常にいいなというふうに思いました。この価格でそんなにいろいろついてていいんですかっていう感じの豊富さがあります。まあ、例えば、ここでいくと、これステアリングヒーターなんですよ。ハンドルあったかくなるやつですね。であとこれシートヒーターが、まあ、前の運転席と助手席とついてますし、この辺りでもなかなかね、僕的には前の車ついてなかったんで嬉しいポイントですし、
あとはね、ちょっと見えづらいんですけど、多分今見えないんですけど、ここヘッドアップディスプレイって言って、速度とか、あとは、標識、その、法定速度とかが出たりとか、ナビにしたら、ナビの案内をしてくれます。あと何メーターで曲がってねとか、何キロで曲がってねとかっていうのが出ます。なんで非常にその、前を向いたまま見えるので、なんかこうナビの方チラチラ見たりとか、あと速度気にしてメーターチラチラ見る必要っていうのが全くないので、そこは非常にいいポイントかなっていうふうに思いました。あとはね、この辺の電動のなんて言うんでしょう、席動かすやつもついてますし、あとはこの辺でなんだろう、カメラが全方向に ついてるんで見えるんですよ。そういったところとかもいいかなというふうに思いますね。で、非常に機能が豊富で、すごいこう価格に対していいなっていうふうに思いましたね。本当にいろいろついてるんで非常にいいなって思います。はい、ということでね、3つ目は機能の豊富さですね。で、価格も抑えられてるということですね。はい、じゃあ4つ目いきたいと思うんですけど、4つ目ね、ちょっとね、動画じゃ伝わりきらないかもしれないんですけど、ウインカーの音が好きで、ちょっとやってみますね。どうでしょう、ちょっと動画では伝わりづらいかもしれないんですけど、なんかこうちょっと上質な感じの音がするんですよね。なんか安っぽくなくて、なんかこうちょっと伝えれないけど、めっちゃいい音するんですよね。なんかすごい、これ僕最初使った時におっていう風に思いましたね。細かいんですけど、そこら辺もやっぱこだわって作られてるんだなという風に思いました。なんで細かいんですけど、ウインカーの音が僕は好きなポイントの一つです。はい、ということでね、5個目なんですけど、結構ね、運転しにくい感じのことを書かれたりするんですね。その視界が悪いよとか、やっぱデザインを取るためにピラーと呼ばれる部分が大きいよっていうのがあったりして、まあ後ろの視界が悪いよとかっていう風に言われてたりするんですけど、全然そんなことを実際あんまり感じなくて、でね、後ろっていうのがここなんですけど、確かに窓はちっちゃいし視界は少ないのかなと思うんですけど、意外とあんま気にならないですね。まあ全然問題ないかなというふうに思いますし、なんで運転しやすいなというふうに僕は思ったので、そこはまあいいところですね。運転しやすいと思います。機能も充実してますし、カメラがね、アラウンドビューモニターっていうのがついてますんで、360度見えますし、特に困ることはないので、そこら辺は僕、買って乗ってみて、全然苦じゃないなっていうふうに思ったので、そこは、まあ、人によると思うんですけど、僕は全然気にならなかったので、そこら辺で悩んでる方は一度やっぱり、試乗とか、実際乗ってみて自分がどう思うかで決めた方がいいかなというふうに思いました。僕は全然 OK です。はい。はい。ではね、次のいいポイント、6個目ですかね、になるんですけども、6個目のポイントは、このね、バックに入れた時に、サイドミラーが、まあ、自分が指定した方のサイドミラー、右と左、どっちかなんですけど、がこう、なんて言うんでしょう、見えやすいポジションっていうか、自分が決めたこのポジションに移動してくれるんですよ。そういうちょっと細かい配慮もついてるっていうのがあって、ちょっと見せますね。僕、こっちに左側に設定してるんですけど、こう、R に入れると、こういう感じで、ちょっと下を映してくれる。まあ、僕が設定してるんで、こう動くんですけど、ちょっとこう、下にして、見える角度を変えてくれるんですよ。このあたりの配慮もちょっとありがたいなというふうに思います。
まあ見えにくいところもあったりすると思うんで、そういった時にああいうのカバーしてくれる、それも非常に僕的にはいいなっていうふうに思いました。はい、続いてのポイント7点目ですかね。7つ目のポイントはカメラが綺麗だなっていうふうに思うんですよ。カメラっていうのはアラウンドビューモニターとかバックモニターとかそういったところのカメラですね、の写りが非常に綺麗だなと思って、なんか前乗ってたハリアより綺麗に見えるなとかちょっと個人的には思うんですけど、なんかね写りがいいなっていうふうに思います。実際ちょっと見てもらおうと思いますね。どうでしょう、結構綺麗に見えませんか？非常に鮮明に見えるなっていうふうに思いました。はい、どうでしたでしょうか。結構鮮明に見えませんでした？非常にね綺麗に見えるんですよ。なんでその辺もしっかりいいのがついてるのかなっていうふうに思います。はい、では最後のポイントなんですけども、8つ目ですかねのポイントは、燃費がいいのと、あとやっぱディーゼルっていうところなので軽油で走れるので、こうランニングコストをちょっと抑えることができるっていうのがいいポイントかなっていうふうに思います。ここなんですけど、平均燃費っていうのが出てると思います。これ 18.7km というふうに出てると思うんですけど、今 18.7km で、まあ、燃費そのぐらいですよっていうふうに出てます。で軽油なのでさらにその値段もだいたい20円とかぐらい安いと思うんです。なので非常にねガソリン代っていうのが安く抑えれてるんじゃないかなというふうに感じます。まあ、前乗ってた車が燃費が半分ぐらいだったので、でまあ普通にガソリンだったのでやっぱ全然ね違うように思います。何回も何回も月に入れに行ってたりしてたので、それに比べるともうかなり良くなったかなというふうに思いますので、そういった点でもね費用が抑えれて僕的には嬉しいポイントですね。はい、ということで今回ポジティブ編をお伝えしてきました。またよかったら次回もネガティブ編見てやってください。でよかったら登録と高評価コメントとよろしくお願いいたします。ではバイバイ。